はい、マオです。チェイです。サナです。ということで、見てお分かりのように今回私が MC をさせていただきます。イエーイ。お願いします。お願いします。で、チェイちゃんとサナちゃんのリンゴルフアレンジマッチプレー対決です。今回は心の準備できてますか？はい、ね、前半も見てくれた方いると思うんですけどね、そこでもちょっとお話ししてるようにもう一度ルールの説明をします。はい、9ホールマッチプレー、勝ちホールのスコアによってポイントゲット。ボギー以上0、パー1ポイント、バーディー2ポイント、イーグルが5ポイント、アルバトロスホールインワンが10ポイントです。はい、さあ出るでしょうか最終ホールのポイントはダブルアップ。9ホールの合計ポイントで勝者を決する。 OK パットあり、お先にはなしです。はい、でこれから2人には特別ルールで9ホールマッチプレーの対決をしていただきます。はい、なお勝者には5万円の賞金が与えられます。イエーイ。敗者はゼロです2人の選手が賞金をかけて真剣に9ホール対決をするので、ぜひ最後までご視聴お願いします。お願いします。じゃあ2人、すごい心臓の音がここまで聞こえてきますねまおちゃんの心臓が一番一番えぐいね宮崎千恵選手 VS 柳井沙奈選手、リンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ私からで、はい、もうちえちゃん負けたことないって言ってたんで、うん、勝とうかな。勝とうかこの対決でね、うん、そう2連勝してますよ。負けたっていうのをつけたいなっていう確かにそうですね、わざわざ福岡から来てるんで勝ち申し上げて、はい、はい、ありがとうございます。政府稼ぎたいなと思いますサナちゃんは飛ぶから結構強敵なんですけど、自分のゴルフができるように頑張りたいと思います。なるほど、分かりました。じゃあ頑張って稼ぎます。はい、はい、3連勝目ですね、勝って。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ナイスショー。めっちゃ飛んでますね、うん、左ドッグで、はい、結構いいとこまで行ったと思います。お願いします。お願いします。お願いします。ナイスショー。2人ともいい感じでスタートしました。ありがとう。はい、ちえちゃん2打目。お、めっちゃいい。ダメだ。ミス。最悪。なんか2段グリーンになってそう。ね。うん。なんか持っとこうかな。水で。あ。ちょっと忘れた。わー、飛び去り。緊張する自分が Thank you.
ナイス。ネスパ。ありがとう。後半で風が冷たいね。ねえ、冷える。前半そんななかったのに、うん、よかった。チェちゃんパーで、パーでスナちゃんがボギー、チェちゃんが1ポイント、はい、OK です。頑張って、アルバトルス取るぞ。無視したね。続いてのホールはパー4、363ヤードです。はい、行ってみよう。よいしょ、うん、よいしょ。おばちゃん、スヌーピーの鼻気になってた。心ある。つけたのよ。かわいい。なんでついたのかはわかんない。癒されスヌーピー。ほくろ？え、なんかお焦げてる。かわいそう。やけどしちゃったみたい。146ヤード6番やん。ちゃんとお願いしますね。いなかった。気づいたら。ちえちゃんの方行ってた。38ヤード9番やで。はい。うん、見えるけど、どう、お仕事、お仕事。どっちだかね。慣れない。いや、まあ、全部ついてくる必要はないんだけどさ。面白かっただけだから。カメラと一緒についていく、それが私の役目。一番わかりやすいよね。その辺はやって、ありがとうございます。行ってください。 LINE 読みよ。キャリーさんじゃん、 MC じゃなくて。このホールはじゃな、割り切っちゃったわよ、さすが。おー、
ナイスバーディー。バーディーだよね。バーディーパーパー、はい、カットでナイスパー。まあ俺も バーディーだと思った。なんか流れ的に。あ、ミス。ナイスパーです。いける。ミスナイスバーディー。ね、二人して勘違いしっかりして勘違いしてるやマジ。一応あの2ホールはってこんな感じ あのポイント制です。了解です。まだ全然バーディー取って そこで勝てればイーブになるんで、全然始まったばっかだ。ポイント制だしかもさ、うん、2倍だし。そう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 、そう最後はね。あれ前半結構硬かったじゃないですかグリーン。はい、今どうですか2ホール終わって。 よくわかんない。わかんない。なんか硬いヘアウェイとかもラフもあるし、柔らかいとこもあるし、フェアウェイもなんかターフは取れないよね、うん、もう跳ねちゃうからできるだけもクリーンにって感じ。まあさすがにあれか、まだちょうど今12時ぐらいだし、ね、って感じ。うん、前半ひどかったよね。ほんとカチコチだと思う、うん、ここドライバー打てなくない。ちょっと話したから右ドッグも。あ、そうっすね。あの見といた方がいいっすよ。どうしようかな。え、良いじゃん。良い。うん。どうしよう。一緒。ドライバーレッツ。一緒。ドライバー行ってみよう。こういうのかな。すごい。ナイスショー。高さが出た。ちょうどギリギリのところ。あ、うん、あそこね、やっぱそう。よかった。かっこいい。コース知らんから何も言えない。すごい。ナイスショー。でも良さそうだった。うん。170ヤード、ユーティリティだったので。うわ。うまい。うまいでした。さなちゃんがこの大きい木を越えてんすよね。すごい。コース知らないんですよね。今日初めて。そう。で、ほら僕結構ね、対決がこのコースが多いから、はい、多分10回ぐらい来てるんだけど、はい、この木をね越えた子は多分いないと思う。さすが。まずここ狙えないですよね。そうそう。まずあそこ越えないから。全然近いもん、セカンド。ここ、どっちかというとちょっと長めのパー4って、こう、結構みんな言うんだよね。すごい、ナイスショー。ここ来るまでだ。121、9番です。うん。でもいったね。でも木は大そうじゃない？そしたらこれ。あ、ここ。ああ。あ、確かに。すみません。ドライバーで見られた。すごかった。綺麗にこう越えていく瞬間ね。やっぱさ、ドラコンもさ、今はさ、正確性とか問われてるじゃん。はい。こう短い幅で。何球中何発って、うんうん、一発飛べばいいってわけじゃない、うん、ルールとかにもなってるから、ちゃんと枠に入んないと。そう、狙えるのがすごい。だって飛ばそうと思ったらもっと飛ばせるんだもんね。そうですよね。すごいよね。アプローチ勝負ですかね。そうだね。3打目、うん、カチコチかどうかがわからない。ドキドキのグリーンですから今日。なんかもう朝聞いた音なんて、コツコツ言うと凍ってるよ。ここはあ今やばかったな。まだ音が硬いね。
イス。ありがとう。ナイス。ありがとう。ナイスパ。惜しい。こっちうまい。やばかったね。うん、すごい。ファーストバウンドやばかった。前に出た。めっちゃ勉強になる。へぇ。たぶん。めっちゃ、うん、とかあったの？めっちゃ勉強になるの。あのドライバーの飛ばし方。マジしたら終わりで。普通あの高さ出せないからさ。たぶん木に怖ちょっとT高くしてるから。すごい。ママちゃん、次のランドめっちゃショートカットしてると。そんな気になってる。心。イメージあるだから。イメージある。本当に。ということで、今3ホール終わって、ちえちゃんが3ポイント取ってます、はい、という感じなんですけど、どうですか？どうですかっていうのはどうですかっていうのはあのこの3ホール回って3ホール回ってどうですか？心境ってことね。そうですね、うん、なんか思うことあれば。悔しい悔しい悔しいじゃない悔しいじゃないよ。嘘つきいます出てこなかったって感じです、はい、ね、そうまだね始まったばっか で、ね、この後、うん、パー4パー3パー5パー3パー5なんです。したらねまだ結構こう動く可能性がすごいある、はい、中盤パー5だから、ね、まだちょっと取っとこそよとりあえずこの3ホール大切だよって言いたい0ポイントだ。はい、そうこれからどうなるか、はいはいはい、皆さんそれぞれどう思ってるか心境当ててご覧ください。当ててごらん心境をどう感じてるか予想して、そう予想してご視聴ください。お日本語だ何語喋ってたのびっくりしちゃったどっちが勝つかね。そう予想してそう見てください。そうです、応援してね応援してください。もうなんか選手の応援っていうよりも MC の応援だよねコメントお待ちしております。はい、ありがとうございます